すき焼きさんで。はい。焼きが来ました。お願いします。僕今、長崎の実家の建設関係の仕事をしてるんですけども、そこにベトナムからなんですけど、実習生が何名か来てるんですね。で、その中で、まあ、一番若い旗。すげえ奇跡起きた。え、何？すき焼きさん。顔。もう面白くねこれ。なんかあったやん。あ、ちょっとすき焼きさん。これはやってますね。え。ちょっと待ってください。なんで今。なんでしたっけ僕。パソコンですか。携帯ですよねこれ。いやもう携帯ですよ。ノージーっていうか法人ですよ。法人ですかこれ。え、どうなってんの？はい。ちょっとそういう、なんかあざとい手で笑わすのやめてくださいよ。ちょっとタイミングが。今めちゃくちゃいい感じで話し出せたなと思ったんですけど。え、何にもだって序盤にもう止まってましたよ。止まってベトナム人で止まりました。そうです。もう一回いきますか。ちょっとじゃあもうワンチャン、もうワンチャンですよ。すいません。次止まったらもうそこで会うですからね。はい、はい。はい、はい。僕、実家の、建設業の仕事をしてるんですけども、そこに、海外からの実習生、ベトナムからなんですけども、数名、男の子が来てくれてるんですね。その中でも一番若い男の子、二十歳ぐらいのが TM っていう、男の子がいるんですけども、まあ、僕もですねやっぱ一番若いので一番年下なのですごい可愛がってあげてるんですよ。そしたら、まあ、そいつも、まあ、周りはですね僕のことを中尾さんとか言うんですけど、まあ、その子だけ僕のことを、まあ、お兄さんつってこうお兄さんのようにこう慕ってくれてるんですね。ほんで最近なんですけど分かったんですけど LINE をやってるっていうもんで LINE を交換したんですよ。でなんかの、まあ、返信か、まあ、お礼のLINE で、お兄さんありがとうございましたっていう LINE が来たんですけど、僕はずっと僕のことをお兄さんのように慕ってくれてると思ったら、僕のことを鬼だと思ったみたいな。あれ？お兄さんありがとうございます。真逆のものだったんです。僕のこと真逆ではないですけど。慕ってくれてると思った。真逆ではない。真逆としたお姉さん。あれが炭治郎だって思いましたけど。お姉さん。真逆ってない。また鬼滅の世界とかも関係ないんで。あと、まだあの余談なんですけども。余談はしなくていいよ。何？あ、余談です。面白いよ、今。いいですよ。余談なんですけど、うん、一番最年長で、の実習生がいるんですけども、その子がベトナム出身なんですけど名前がタイって言います。あー余談でしたね。余談の余談でした。もう打足も打足でした。五段になってから話をしていただく。あーやっちゃった。あーやばいもうやばいです。もう深追いも深追いで積み重ねないで広げるパターン。あ、もうこれで終わりです。お兄さんよかったのな。びっくりしました、本当に。ずっとそれ鬼だったんだね。鬼だと思ってたみたいです、僕のこと。優しくしてたんだ。そういうことだったんだ。いいですね。ただ、2回目はもうなんか止まろうか、せっかくだったら。いや、もう、コイン止めてないんですよ。すごい。クリアに聞こえてたから。なっちゃいましたね。止まらなんかいってなったから。止まってほしかったな、やっぱり。まあ、いいですけどね。まあいいですけどね。さあ、わなか君、今のそういう話でした。次は。かき揚げさんで。かき揚げいきましょう、はい。ありがとうございます。僕、毎年11月になると、新宿の本社の裏にある花園神社でやってる、鳥の市に行くんですけど、その鳥の市で熊手を買うんですけど、まあ、熊手っていうのは幸運とか金運をかき集めるっていう意味があって、でよく言われてるのがその年々サイズを大きくしてった方がいいっていうのを言われてて、
で、僕2年前ぐらいから買いに行ってるんですけど、今年も行こうと思って、で、そのお店に着いてから、すいません、この熊手のワンサイズ大きいものをくれますか、欲しいんですけどって言ったら、あ、どれどれって言っておじさんがもらって、その、あ、OK、今探してくるねって言って裏に取りに行ったんです。で、あ、これだよって言って、この熊手なんですけど、これを届けに来てくれて、これだよって言われて、で、結構大きいんで立派だなと思って、こう SNS 用に写真とか撮ってたら、その僕がもおじさんに渡したのが返してもらえなくて、どうしたのかなと思って聞こうと思ったら、もう店員さんいなくなってて、で、違う店員さんに、すいません、僕がさっき渡した熊でどこ行きましたかねって言ったら、あ、おじさんが奉納所に行っちゃったよって言われて、今すぐ行きな、間に合うかもって言われて、あ、ありがとうございますって言ってダッシュで行ったら、おじさんいて、すいません、おじさん、僕が渡した熊でどこやりましたかって言ったら、あ、ごめん、今投げちゃったよって言われて、その奉納所に投げちゃったみたいな直後だったんですけど、その、まあ、1年間こう家にあったんで、まあ感謝を込めてありがとうございましたって言って、まあ、自分で奉納したかったんで、あ、いや、マジっすかって言ったら、そのおじさん、あ、投げたかったって言われて、あ、いや、そこじゃない、そこじゃないと思って、投げたかったわけじゃなくて、その感謝を込めて自分で奉納できると思ってたんですけどって言ったら、そのおじさんちょっと慌てて、あ、でもあれだな、その神様のもんだから、ほっぽり投げるって、罰当たりなことは、お兄ちゃんの代わりに俺がやっといたよって、どんな言い訳だよと思って、最悪な言い訳されて、その熊手見たら、もう全然僕の熊手がどこにあるか分からないぐらい熊手が大きくて、あ、多くあって、で、おじさん振り返ったら、もう逃げるように自分の店帰ってて、やっぱその悪い気持ちあったんじゃねえかっていう、もう来年はしっかり感謝を込めて自分でぶん投げようと思いましたっていう困ったおじさん話です。うん、わかるわかるよ、わかるよ。大丈夫だよ、なんかすげえ不安そうに話してるけど。大丈夫だよ、そんななんか。あ、すいません、その自信満々でいい。うん、途中歌舞伎さんがシーンとした空気に笑ってた。うん、僕の話。違う。かなって藤山も鬼の形相してて聞いてたけどな、なんかまあその不安になるのは分かるよ。はい、ちょっと不安には少しなりましたけど、おじさんだけど、まあ、大丈夫だ、はい、意図は伝わってるから。ありがとうございます。なんでかき揚げより俺が汗かいてるの、マジで。いや、それは知らない。僕はもう、なんで汗かかないの、今ので。汗はかいてないですけど。すごいね。まあまあまあ、メンタル強いからね。メンタルとかじゃなく、はい。さあ、そんな話でしたよ。ちょっと今日ね、一人すき焼き分多いですから、わなかくんも大変ですけれども。さあ、わなかくん、はい、ってことは最後はさくらさんで、さくら鍋行きましょう。はい、どうした、さくら。はい、どうした、なんかどうもしないです。どう大丈夫か。はい、泣きべそ書いてるような顔に見えたが。はい、そう、うん、そうなんですか。はい、大丈夫か。はい、じゃあちょっとトークをお願いします。はい、トークします。最近友達とご飯を食べに行きました。うん、結婚しにスペインから東京に来てるっていうんで、久しぶりに会ってご飯食べて楽しいなって思いました。で、荷物をもう全部スペインに送ったから、服がこれしかないって言って、10日ぐらいこれで過ごさないといけないって言ってて、え、パンツとかどうしてんのって聞いたら、なんか洗ったらすぐ乾くパンツだからって言って、1ヶ月ぐらい1枚で過ごしてて、それ欲しいって思ったんですけど、今探してるんですけど全然見つからないんですよ。終わりです。さすがですね。見つかってなかったか。なんだろうね。はい、そのパンツ、見つかんないでしょ。存在するのかね。存在するパンツなのかね。それだけで過ごし、なんか洗ってもすぐ履いたら乾くって言ってて、旦那さんもそれで過ごしてたって言ってたんで。存在するのかな、じゃあ。
でも探せないんだ。なんかどこにでも売ってるよって言われたんですけど、まだ見つけられてないんです。藤山さんで。はい。藤山来ました。はい。前回こう、ここにね、あの審査員として出てくれた増田くんの話なんですけど。おう、おう、はいはい。まあ、増田くんはあのまだついて1ヶ月ぐらいかな。ほぼ1ヶ月経ってないぐらいで、まあ、ものすごく真面目で好青年なんですよ。で、来月ぐらいから僕がちょっとオンラインサロンっていうのがね、会社の案件でありまして、それで野球に特化したオンラインサロンをやってくれと依頼されまして、で、あ、やりますと。で、そうなった時に、何かこう、いろいろなものの柱を立てていくっていう話をされまして、じゃあ、まあもちろんブログ書いたりとかいろいろあるんですけど、その中の一個で、いろんな資格を取ろうという話になりまして。で、来月ちょうど1月の24、25なんですけど、全日本野球協会という協会が主催するアンダー12指導者ライセンス講習っていうのがあるんですね。で、ゆくゆくはだからそのライセンスがないと子どもたちに指導ができないくするためにこういろいろやっていこうというので、で、そのライセンス講習を受けようと思いまして。で、1月24と25、じゃあそのライセンスを取りますと。で、一応まあこういう時期なんでオンラインでそのライセンスを受講してお金を払って、で、見事それがまあライセンス、ね、受かったらというか、指導講習を終えたらライセンスが普及されるっていうことなんですね。で、とりあえずそれを受けることにするわって。で、これもまあ、そのオンラインサロンで追っていったりするので、どう？あ、めちゃくちゃいいじゃないですか。そのね、増田君もその運営に携わってくれるんで、これちょっととりあえず一発目としてライセンス取ろうとするわって。わかりました。あと藤田さん、その主催はなんておっしゃいましたっけ？あ、全日本野球協会って、もうめちゃくちゃね、一般社団法人全日本野球協会なんですよ。そこがやると。わかりました。ちょっとそこを反射チェックするんで、ちょっと名前を。いや、お前どう考えても反社じゃねえよっていう。一応ありますんで。いや、もうものすごくね、その警戒心旺盛で真面目なのもいいんですけど、まあまあね、会社の決め事としてもいかんせん、はいはいはい、社団法人全日本野球協会反社ではないと思うんですが、一応属性チェック。まあね、わかりませんからね。わかりませんけど。ゴリゴリかも、ゴリゴリかもしれませんから。ゴリゴリの可能性は。こんな話ですね。はい。なるほど。で、これに関してだって、最近ね、パジャマくんもいろいろね、吉本のデジタルコンテンツ部の YouTube の、はい、まあ、飯田さんとかとのやりとりの中、ありましたね。一応ね、長谷川さんという我々のね、ツアーをずっとやってくれた武漢の話が出たときに、飯田さんは、あ、じゃあその長谷川さんの反射チェックしますねって言われたらしい。いや、もう30年ぐらい一緒にやってんだけどっつって。銀河7丁目劇場からいる人だけどっつって。でもこれに関してもね、もしかしたらゴリゴリかもしれないんで、私が実はないだけでね。30年間黙ってただけでね。黙ってただけかもしれないんで、それはもう仕方ないよ。財団なんとかもちょっと分かんないしね。まあその結果出たんですか？いや、また一般財団法人、全日本野球協会、はい、白でした。もちろん、まあ、白でした。もちろん。あ、よかった、よかった、よかったです。よかった。長谷川さんは黒だったんだっけ？いや、まだまだ調べてない。長谷川さん真っ白。多分真っ白。真っ白です。黒だったら我々も反射付き合いしてますよ。うんうん、いや本当にね。うん、たまに本当です。そういうご時世ですからね。7人をちょっとじゃあベスト3発表お願いします。第3位。第3位お願いします。はい。天ぷらさんで。あ、ありがとうございます。ああ、よかった。ちょっとね、県外も覚悟してたんですけどもね、3位に入ることができました。ありがとうございます。さあ、第2位は？ 2 位が藤山さんで。ありがとうございます。おー、コンビで。感謝のね、
より、ね、ただコンビが2番3番か、うん、誰なんだ1位は。お願いします。1位はすき焼きさんで。出た出たよ。まあね、しょうがない。まあフリーズ芸から決まってたもんな。あれは芸じゃなかったんだよ。自らの鬼で。やられた。やられたよ。全部さんに認められた。まあ、あの止まったところで一気で。あれか。はい。あれで決まってたのか。あれでも決まってました。どんな話でもよかったんだ、じゃあ、2回目は。はい。まあそこで1位。いや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 ね。ありがとうございます。いや、なかなかね、トータルテンボスが1位になれないっていうのがこの面白さですからね。ということで、わなか君ありがとうね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。わざわざ、これからも違う仕事になっても、はい、見守っててくれな。あの、もちろん、何か貢献します。OK、ありがとう。ということで、次からは、一般の方が来るのかな？おそらく。なんか応募方法を教えてください。応募方法はあのもうこのトーク前半の日がもう締め切りになっているはずなので。あ、そうなんですか。はい。でも続々これ今後もやっていくわけでしょ？そうですね。あの必ずあのこのリモートトークの概要欄で募集するときは URL を載せています。リモートトークの概要欄にあるよということですね、はい、あと寿司ボーイズの公式ツイッターでもお知らせします。わかりました。ぜひ審査したいという方そちらの方でよろしくお願いします。ということでまた来週さよなら。